はい、先生、おばらんです。はい、よろしくです。よろしくお願いします。はい、ということで月曜日がやってまいりましたよ。やってまいりましたね。ニヤ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 台風が来ましたけど、週末皆さん大丈夫ですか？本当ですよ。大丈夫ですか？ちょっとね、皆様ご心配おかけしてます。あ、違う、皆様ちょっとだけ心配します。はい、はい、でですね、ちょっと今日は話したいことがいくつかございまして、おや、プレゼント企画、たくさんのご応募ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、ちょっと抽選の日にちというか、あの、当選発表なんですけど、はい、ちょっとね、あの、数が多くてですね、集計にちょっと時間がかかりそうなんですよ。ね、結構来てくださいましたね。はい、ありがとうございます。ですのでね、ちょっと集計に時間がかかりそうだぞと、はい、よいうことでね、まあちょっと今週中にはできないかな、もしかしたらできちゃうかもしれない。今週できる確率は13% ぐらい。微妙。そう13% ぐらい。 87% できない。だからほぼできねえんだろうなって思ってます。はいよ、そんな感じでね、はいよ、なんで、ね、まあ来週以降になってしまうぞということです。はいよ。できる限りね、急いでね、もしできて集まれそうだったらね。そうなんです、ちょっと集まりたいんですよ、今回ね。いやでもさすがに4人は無理かなと思ってんだよね。みんな忙しいんで。そうなの。なのでね、ちょっと考慮して、はいよ、できる限りね、2人以上集まってやりますんで。はいよ。ね、そんな感じでですね、門倉さん、はいよ、今週の門倉さんをね、ちょっと皆さん楽しみにしてると思うのでね。ちょっと一言、今週の門っちですけどもね、はい、ミンミンゼミ、はいね、ツイッターでもちょっと言ったんだけど、名前の付け方雑じゃね。つくつく奉仕とかね。そうだよ、あれ鳥だったらさ、スズメとかだとチュンチュン鳥だね。チュンチュン鳥だね。ウグイスとかのはひどいぜ、ほうほけきょだぜ。ほうほけきょ鳥。おう。って思う所存でございます。日暮らしとかもね、なかなかすごい、ね、そうだ ね、 ね、名前って大事だなって思いました。そうだね。おう、で、そんなもん。要するに彼が何が言いたかったかと言いますとですよ、ミンミンゼミってネーミングつけたやつ最高って最高話ですよ。おいえ。はい、ということでね、今週の NG 集いってみましょうか。ということで VTR ゴー。ドン。おう、よます。はいよ。はい、青春オーバーランです。はい、カノチです。よろしくお願いします。名前言えなかった。はい、じゃあ、じゃあ、もう一回いきます。はい、青春オーバーランです。はい、カノチです。よろしくお願いします。よろしく。おう、明日の今日のザリガニコーデは、あ、今日の俺のザリガニコーデですか。ルピネックフライニットで、サルエルのジョガーに、ダース・ベイダーに、麦わらハット。ツバがなくてちょっと後悔しているという。そう、ツバもうちょっとあったらよかったのにって。あと、ハンカチはポケモンです。暑い。一番くじかな。そうです。なんでわかるの？質感。ゆうきさんは？あ、これかっこいいね。これ選んだ人、すげえセンスいいと思う。お子さんから去年の誕生日もらったやつですよ。そうっすよね。で、シュプじゃないですか、靴下なんでもいいんだけど。で、ナイキプロ履いて、はい、オフホワイト、はい、これ怒られるやつですね、シュプリームにオフホワイトって。はい、そうっすね。で、ナイキ、ナイキの T シャツ、ナイティで、鎖肩びらですね、これ。鎖じゃないけど。メッシュ肩びら、メッシュ肩びら、まあノースフェイスの虫よけコートみたいな、うんうん、はい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 。で、帽子はゴアテックスノースフェイス、はい、いいですね。アウトドア仕様です。おう、せっかくなんで、はい、男気じゃんけん、ソフトクリームを、はい、かけて、はい、やらせて、やらせて、男気じゃんけんやりましょう。わかりました。ゆきさん、何出すんですか。グー出すんです。 OK です。大人の余裕を見せてください。わかりました。いきますよ。はい、最初はグーじゃんけんぽい。あーはー頼みますよ、社長。今日は
出して今日出してやったこれ取れたかどうかわかんねえぜ今ねえねえ、マシコさんさ、何ですか今、ゆうきさんのツイート見てたんだけど、何コーラ飲みたくね。いや、いつだってコーラは飲みたいよ。違うよ、そんなコーラじゃない、すんごいコーラ。うちの近所のお店のね、なくなっちゃったの。あれ前やったやつ店自体が、そう店自体が消えちゃったの。あの、アイスなんとかコカ・コーラ。そう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 。この辺ないの。え、ちょっと待って、調べる。コーラ、コーラ、横須賀にあるよ。遠い。箱根湯河原、真鶴。うんて温泉地なんだよ。藤沢、藤沢。ああ、まあまあまあ、あるよ、近くに。マジで？行こうよ。うん。ある？ないことない。行こうぜー。オッケー、わかった。何これ、動画にすんの？回ってる？あ、回ってる。あ、回ってる。あったあったあった、セブンイレブンあった。なんか結構地味なとこにあるよね。ねえ。いねえし。いや、ここだここだここだ。まあ、店員さん水まいてるよこの時間に。ねえ、ある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 、発見あるじゃん。やったー、よかったね、カドッチあって。よかったね。はい、行ってみよう。できたよ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 。コーラが緑っていうのもなかなかだね。あー、でも冷てぇ。冷てぇ、うまい。うまい。俺も飲むわ。おお、あふれ出る、あふれ出る、あふれ出る。必ずやるんだよね。うん、慣れないね。あふれ出るコーラ。冷たいよ。生きててよかった。あんたうまい。よかったね。よかった、帰ろうか。はい。